フライパンでビッグカニ玉丼を作ります。味は抜群ですよ。まずは卵液を作ります。ボウルに卵1、2、3、4、4人前で4個、そしてここにお醤油、ごま油で下味をつけます。よく混ぜます。混ぜたらカニカマをほぐしながら入れます。カニカマって便利ですよね。彩りにもいいし、うちではもう十分これでカニです。はい、これで混ぜます。たっぷりのカニカマが入った卵液ができました。そしたら焼きます。フライパンにごま油を入れて熱します。ちょっと具を入れたいのでネギも入れちゃいましょうか。ネギがしんなりしたら卵を入れますよ。もう入れたらこれもうすぐですからね。ひっくり返さずすぐですからね。準備しておきます。流し入れます。えいやー、入りました。卵が入りました。そうしたら大きくかき混ぜます。ゆっくり穴が開かないように、全体に均一に卵が割り振られるように、火加減は中火です。ほら、もうすでに動きますね。テフロン加工なんで。よし、いきます。これぐらい8割ほど火が通ったら乗せます。ご飯の上にスライドさせます。ご飯の上に来ますよ。えいやーえいやー、いった。おっと、ちょっとついちゃいました。でも大丈夫、急げ。見てください、綺麗です。見えますか、回転させます。素晴らしい、バッチリですね。そしたらあんをかけますよ。油があると綺麗なあんができないので、汚れをきっちり拭き取ります。まずはお水、醤油、オイスターソース、鶏ガラスープの素、そしてお酢、お砂糖、そして最後に片栗粉を入れます。片栗粉を入れたらどうするでしたっけ。まずは火にかける前によく片栗粉を溶かすんです。完全に溶かしますよ。じゃないとダマになっちゃいますからね。はい、完全に片栗粉が溶けました。そしたら火にかけます。かけてもとろみがつくまで絶えずかき混ぜます。とろみがついてとろっとしたらご飯にかけますよ。いきますよ。かけます。うわ、やばいです。これやばい、おいしそう。たっぷりかけます。おねぎ散らしました。これでフライパンでビッグカニ玉丼の完成です。ふわふわとろとろですよ。めっちゃ美味しそう。